手前だよ。プライマー塗ってるだけなんだから。こいつは本施工じゃないからね。言っとくけど。穴埋まった。どこが穴埋まるさ。穴埋まるけど、これ言っとくけど本施工じゃないからね。これ下塗りだからね。頼むよ。穴埋まったってどういう意味？穴傷だらけじゃん。これ。埋まってる、うん、あ、本当だ、あ、ビカッとしてる、はい、まあ、そりゃそうだね、今度から通電があったんですか？あるよ、それが、通電が人並みじゃない通電だよ。だから導電線すごいいいよ。だって何ミクロンとかいう通電のレベルの研究してんだもん。あれインターネットのあれ見て。え？でその通電のレベルが落ちないんだから。あ、僕も落ちるんだよ。いやいや、通電の通電性自体が落ちるわけよ。いろんな材料使うと、要するに銅とかグラファイトとか銀粉でもいろんな種類があって、通電の材料も種類があって、落ちるわけよ。でわざわざエポキシのペーストいって何万円もすんだよ。万からすんだよ。あの売ってる何百円の通電材料じゃダメよ。あんなもの言っとくけど違うんだから。だってそれ材料費だって100グラムとかさ、ね、で何万円もするんだからさ、下手すりゃ。するさ、決まってんじゃん。なんで販売してない？いや販売してるよ。知らないだけよ。ジョイフルホンダはないよ。東急ハンズから和紙だとか、その発泡スチロールとか塗っても溶けない通電材料と通電のシステム。あいつ何でもやってるからねえ、悪事気だから。何でもやっちゃうし、悪事気だから。いや、前研究したことあるのよ。要するに通電の材料は通電の専門のプラントで作んないと材料できないねって話したことあるのよ。その理由も含めて、材料の検討も含めて。でほら、金型はとにかく自動車やるのはグラファイトでしょ。でグラファイトも持ってるわけよ。でもグラファイトの通電性よりもっとレベルを上げないとか、材料としてはなんないじゃん。えっ、それは知る。それは知らないわけじゃないですよ。だってドーピング材料の検討とかさ、みんなやるわけだからさ。だけど一発にまっとうに豆電球から LED からちゃんと光んないと通電しないとダメなんだよな、どうしようかな、どうしようかなって考えてしてるわけよ、ね、そしたらあろうことか会議室の上司が「目から鱗だ」「目から鱗でしょ」って言ったら、そんな種明かししねえよ。インターネット見た方がいいよ。だから材料を開発した時はもっとくる、もっとあれだ、もっとないかね、材料あるよ、あるけど、いい加減にしといた方がいいんじゃない、ただじゃないんだから。すごいよ、話してみるもんだ。床のコンクリートのホコリを抑えるから、通電材料までこんな幅広くやる、うちってそうはないからね。そうだね。でも俺一番感動したのはやっぱり20トンぐらいの金型、車のバンパー成形する立ち合いは感動しましたよ。だってカセポンなんだから、10トンぐらいの重かったな。動くんだから工場の中ガーッと10トン潰して。それは驚くよね。驚くってか感動だよね。成形機だって持ってるんだよ、2000トン。車内
に動かない赤壁があるんだよ。炉だってすごいよ。人が入ったって寝っ転がっちゃって飛び跳ね。知らなかった俺。ちょうどない。僕知らないから。違うよ。ちゃんと白衣してる女性の方も含めて。そうだ。すごいよ。知らんかった。すげえな。俺通電ないよ。何やろうと思って車体近いやつ。通電されるもんかあるわけないじゃん。だって普通に。通電するよりエポクシかな。いやそれは通電材料をするんだったら通電を追っちゃってでエポクシ固めるんじゃん。じゃあ白山で上から固めるんじゃん。ダメよ。あ上からね。上からするよ。いやだからそれ接触してさ通電材料入れるんだったら通電材料で入れて入れ方を教えるよ。あでもあれ見た方がいいよ。要はさ社長さん、はいはい、この接地面にエポクシがつかんように、うん、上から固めるじゃん。それもあるけどお利口じゃん。ちゃんとインターネットを探してみなね。見てみるよ。そうすればあれトップいくつに出てくるんだ。本当驚くよ。そうだろう。うちの僕タメ口聞いても見なさいよ。インターネットをつなげ導電材料とかさ、うん、導電とか通電とかさ、電気通すとかさ、電気通すエポキシーったら俺に行くよ。出てきますよ。電話かけてきたもん。2週間ぐらい前。1週間か。通電しないんですけど83とかなんかで固めてと同じこと言ってたよ。だからお前通電のロジックって何だか分かんないなってもう一度ちゃんとインターネット見ろって返事書いてあった。あんまりちょっとスケドンだから電話してやってかもしんないじゃん。こっちにねまだの真面目なさ真面目な電装屋さんがさちゃんとインターネット探してさねえ恐る恐る上に行けにさ電話かかってくるかわかんないじゃん。バカなこと。そしたらさその電装屋がうんとさひったかぶってこっちを教えてさでこっちにさその通電材料があってさおいこれどっかで見かけた人だとかそしたらその前にブレンディング意見で書いてあるからさちょっと分かるどうしてやーん何言ってるどうしてじゃねえだろう。いや絶対通電のところは関係ないと思ってた何言ってる通電材料は全然関係ないと思ってた上司だって驚いてたもん。通電できるのか。違う違う違う。目から鱗だって。そう。本当だよ。ないもんな。俺もいい加減探したんだけどさ。よく考えたねって。いやよく考えたねっつうか皮肉っつうかさ。あ知らん。通電材料入れるんだったら通電材料で入れて。やり方教えるよ。あでもあれ見た方がいいよ。要はさ社長さ、はいはい、この接地面にエポクシがつかんように、うん、上から固めないってことね。俺、うん、もあるけどお利口じゃん。ちゃんとインターネットを探してみようね。見てみるよ。そうすればあれトップいくつに出てくるよ。驚くよ。知らなかった俺。そうだろう。うちの僕のだって上司だって、うん、驚いてたもん。通電できるのか。違う違う違う。目から鱗だって。そう。本当だよ。ないもんな。俺もいい加減探したんだけどさ。よく考えたねって。いやよく考えたねっつうか皮肉っつうかさ。あ知らん？知らねえ。新宿の時計販売。今初めてなんか尊敬した。いやガラスの接着剤だけで尊敬してなくちゃね。ねえ。それもすごいけどさ。それすごいでしょ。通電材料はすごいよ。もっとすごいよ。だから上司が電話かけてきたもん。見直したって。いや見直されるどころじゃないんだけど。こんな話ないよ。この前も電話かけてきたよ。いや見るわな。2週間ぐらい前。え？見るわな。いやインターネットにやっぱり。本当だよ。僕の手が白衣着て映ってるよ。知らんかった。タメ口
口切ったら見ながらよ、インターネットをつなげよ。送電材料とかさ、導電とか通電とかさ、電気通すとかさ、電気通すでポキシンったら、そう、これできるよ。ああ、出てきますよ。電話かけてきたもん、2週間ぐらい前。1週間か。通電しないんですけど、橋さんとかなんかで固めてって同じこと言ってたよ。お前、通電のロジックって何だか分かったかって、もう一度ちゃんとインターネット見ろって返事書いてあった。で、あんまりちょっとつけんのだから、電話してやって、分かったっつって、あ、大体分かりましたっつって、そうだろっつって。今日は、やりかけの手前だよ。プライマー塗ってるだけなんだから。これさ、本施工じゃないからね。言っとくけど。どこが穴埋まるさ、穴埋まるけど、これ言っとくけど本成功じゃないかんね。これ下塗りだかんね。頼むよ。穴埋まったってどういう意味？穴は傷だらけじゃん。これ、ああ埋まってる埋まってる。うん、あ本当だ。あビカッとしてら。はい。まあそりゃそうだよね。通電は通電があったんだ。あるよ。それが通電。あ、もちろんだよ。いやいや、通電の通電性自体が落ちるわけよ。あのいろんな材料を使うと、要するに銅とかグラファイトとか銀粉でもいろんな種類。ジョイフルホンダはないよ。東急ハンズから和紙だとかその発泡スチロールとか塗っても溶けない通電材料と。通電のシステムはどういうのがいいですかって聞かれたからさ、もちろんもちろんライトだって、あのだからラーメンのカップがあるでしょ、発泡スチロールの、あの上に通電回路をつけて、であの豆電球でも LED でも赤でも青でも光らせればピカピカ光るわけよ。すごいよ。だってそれであのフィルムでロボットの通電回路使ったりしてんだ。だから知らない人はブレーニング券って導電材料しか売ってないのかなって誤解するさ。で発散磨いてる人は発散しか売ってねえのかなって誤解するわけよ。だから発散だけじゃないんだよ。それはそれで。そうだろう、まあ知ってるやつは少ないよ、多分話してないからそんなこと聞かれもしないし、なんで聞くん、なんかひび割れてたのどうするかとか、えポリエステルがあの収縮で指がいっちゃったとか剥がれたとか錆が出たとかいう話してる時に通電の話なんかしねえだろって絶対。ねえ、そのコネクタの話だとしねえやん。あんた通電材じゃん。赤飯だから。あんたお昼です。酒飯でもあるよ。いや通電材料あったんだ、俺一緒に言うのよ。そうさ、買えば高いよ。やつに言ったんだよ、2週間ぐらい前。あ、2週間経ったね。1週間ぐらい前だよ。安いだろっつって。あ、そうですか。通電材料買えばお前ワンシリンジで何万するよっつって。そうですねっつって、思わずそうですねって言ってたんです。そうだろっつって。あんなに自分でか、まあ、工夫すんだよ工夫。頭使えよとは言わないけど、考えた方がいいでっつって言った。お客のニーズに伝えるけど変わるから。あいつ何でもやってるからね、悪事気だから。何でもやっちゃうし、悪事気だから。いや前研究したことあるのよ。要するに通電の材料はあの通電の専門のあのプランツ作んないと材料できないねって話したことあるんですよ。その理由も含めて、材料の検討も含めて、でほら、花形とにかく自動車用のグラファイトですよ。
とかさ、みんなやるわけだからさ、だって不動体に血栓になるんだ、あポリマーは。だからこれの、通電性どのこうのって、日本だってあれ取ってじゃん、ノーベル賞。だからさ、それは何十年も前からそれ言ってたりやってたりしてるわけでも手出さなかったわけ。ほら専門家いるから、専門会社にあるから。でも値段高いからさ、でそういうニーズだってあるからさ。いやだからさっき言った通りよ、カップラーメンの発泡スチロール溶かさないで導電の回路ができませんかねってあったわけよ。ねえどうしてって言ったら、ピカピカ光らせたいんだよクリスマスツリーをってなるわけよ。ねえねえあるわけよ、光らせたいんだよラーメンの、食ったら光らせて溶けちゃうでしょって、発泡スチロールが熱かけりゃねえ。だからそこのとこに回路をつけたいわけよ。困ったね、そういうニーズがあると。だからさ、凍結した時よ、凍結した時考えてきたわけよ、電車乗りながら。どうしようかな、高崎線に乗ってゴトゴトする、電車に揺られてどうしようかな、カップラーメン溶かしちゃまずいんだよな。だけど一丁一発にまっとうに豆電球から LED からちゃんと光んないと通電しないとダメなんだよな、どうしようかな、どうしようかなって考えてきてたわけよ、ね、そしたらそうはないじゃんね。そうだね。でも俺一番感動したのはやっぱり20トンぐらいの金型車のバンパー成形する立ち合い、これは感動しましたよ。だってカセトンなんだから、10トンぐらいの重型が動くんだから、工場の中ガーッと10トン吊るしてそれは驚くよね、驚くってか感動だよね。成形機だって持ってんだよ2000トン、車内に動かない成形機があるんだよ。ロダってすごいよ、人が入ったって寝転がったって飛び跳ねたって頭ぶつかんないんだよ天井が。どうすんですか、金型さ加熱すんだよ。あそうですかこれ人が焼けちゃうんですよねっては言わないけど、人が焼けるのはもうまともずっと分かるわけよ。だって電柱層で泳げる